今回の B ウィークリターンズはサンロッカーズ渋谷のキャプテンベンドラメレオ選手と新たにチームに加わった田中大輝選手の対談インタビューをお届けします。最初聞いてどう思いました？田中選手が来るって。いや、めっちゃガッツポーズしたっすどんな感じですか？よっしゃマジかみたいなそれで言うとレオにだけ唯一話してます決める前から話したりとかしてます、2人と仲良しの小島元気選手も登場。大学時代俺にいたずらしすぎだ。いつでも謝罪待ってるからな。表現癖がやばいそんなことするわけないじゃないですか。元気の部屋から叫び声が聞こえたことはあります。じゃあ本当じゃないですか。それ何が起きたかわかんないです。さらに次節アルバルク東京との注目の戦いへ向け、田中選手が古巣への思いを語ってくれました。でも平常心なわけはないと思います。やっぱり長く在籍したチームだし、長く応援してもらったファンの皆さんの前でこうプレーもう一回できるっていうのはすごく楽しみなことなのかなと思います。期待してます。いや、そっち見ていてください見れない見れない頑張ります。会場です。そうですね、はい。